じゃあ止まってるボールで今フリーキックっぽかったから ここにいて、はい、横に流すんで、はい、この後ろから走って、そう走流すから、はい、動いてるボールを蹴ってみて、はい、はい、おいいじゃんいいじゃん。でも斜めにしたかったです、うん、で一番最初は同じ方向に蹴るのがいいかもしれない。はい、まっすぐ。そう、はい。そう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 。ちょっとコース甘かったけど。もっとまっすぐ。うん。お。うん。このちょっとボールが動いてる時こそ少しこう立ち足意識して、はい、前にこう出てあげる。前に。そう。はい。ああ。いい。オッケーオッケー。まあ、あとは今どこで蹴ろうと思って蹴った？インサイドね、はい、でまたちょっとインフロントだったよね、はい、でそれをそう意識してちゃんと狙った場所で蹴れたかどうか考えて、はい、一本一本、はい、おあ上がっちゃった。そう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 、上がっちゃった。なんで上がったのかな。下からですか。そうそうそう。じゃあちょっと変えよう。ああ、なんだこれ。なんでこれ。いやいや、サッカーこれあるから。なんだこれって言わないから。これいっぱいこういうのもあるし、バウンド、これバウンドしてくるのもあるから、これどう蹴るか。どうすればいいですか。トラップでもいい。そうそうそう。どうやるんですか。正解は。正解はないよ。正解は別にどんなタイミングで打ってもいい。やりやすいようにってことですか。そうやりやすいように。例えばこうやって浮いてて、はい、自分の蹴りたいとこでこう待ってて蹴ろうとするけど、でもシュートだけだったらいいけど、相手考えたらこうやって浮いてる間にやっぱ寄せてくるよね、はい、じゃあこの寄せてくるボールを自分の得意な状況じゃない前から打たなくちゃいけないっていうのがシュートの難しさ。だから例えばここで浮いてて、ここまでギリギリまで待てればシュート打ちやすいけど、はい、ここでこの辺でボールが来ている時に相手がディフェンス寄ってきたら、これをもう一回自分でつついて、わあ、打ちやすい位置に置くか、もうこのまま高い位置でこう斜め、わあ、足抜いたっていう蹴り方をこう変える。ダイレクト、そう、ボレーシュートみたいな。そうそうそう。シュート。わあ。こうやってくるのを横からこう、うわあ、痛そう。そう、あ、いいですね。そう、で、あとはこうな下まで待って、うわあ、とんでもない、まあ、蹴り方はいろいろあるんで、はい、自分が蹴りたいところにボールを蹴ること、蹴りやすいところを自分で知っておくこと、はい、正解はない、はい、自分の蹴りたいところに蹴れるようなことを自分がまず知る、うん、そっか、じゃあこうやってこう言ってもいいわけですね。そう、シュートに正解はないから、ね、ゴールが決まった時点でそれが自分にとっての一つの正解だから、うん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 、でもそのためにいろいろこう考えて、はい、一歩一歩シュート打ってみる、はい、あとはいっぱい打つ、いっぱい打つ